2020東京オリンピック男子サッカー準踊り次決勝で日本に敗れたニュージーランドチームが敗者の品格を見せて大会を去ったと韓国メディアが報じている。ニュージーランドは去る7月31日、カシマスタジアムで行われた男子サッカー準踊り次決勝で日本と対戦し、PK 戦の末に敗れ、準踊り次決勝敗退。グループリーグ通過に続き、 五輪歴代最高成績に挑んだニュージーランドだったが、準踊り時決勝で涙を飲んだ。日本と共に最後まで素晴らしい試合を見せたニュージーランドだが、試合後のロッカールームで再び感動を与えた。韓国メディア国民日報は、ニュージーランドが試合後のロッカールームに英語と日本語でありがとうかしま、東京2020。素晴らしい時間を過ごせました。日本代表の幸運を祈っています。 頑張れ。ニュージーランドフットボールとメッセージを残したことを報道。同メディアはこのメッセージは、日本チームの中山優太がインスタグラムで公開したことから反響を呼び、ネット上で拡散していると伝えた。中山は英語でこれは試合後のアットマークンツフットボールのドレッシングルームで撮った写真です。僕はサッカー選手である前に人として、フットボールを通じ、深いリスペクトを表します。 恐れもありますが、彼らの情熱に負けないように頑張りますと投稿した。